日本講堂がお送りする三遊亭円楽のお便りください。こんにちは、師匠円楽のアシスタント伊集院光です。ニュース等でご存知の方も多いと思いますが、師匠が生きていたら芸事っていうのはそういうネタばらしをお客様にするもんじゃないよって言われるかもしれませんけども、今週一週間の分に関しましてはですね、あらかじめ収録してあったものがあるんですけれども、師匠の訃報を聞きました。その日の夜に、もう一回撮り直しています。お聞き苦しいところたくさんあるかと思いますが、今日もよろしくお願いします。10月は神様が出雲へ年に一度の会議に出かけてしまうため、神なし月、神奈月と呼ばれます。会議では来年の天候や縁結びに関する話し合いも。出雲大社は縁結びの総本山でしたね。暮らしと幸の良き結び手でありますよう願って生まれた煙香りもつつましやかなお線香、幸結びシリーズ。無香性の備長炭、微香性の金木犀、そして灯火、いずれも煙極小です。日本講堂の新しいお線香、幸結び、ぜひお試しください。さて、本当にまだこう頭の中が整理整頓できていませんでね、恥ずかしい話、きちんとおしゃべりができる自信がありません。まあ、修行が足りないんですよね。だから師匠はもっと生きててくれないといけないんですよ。いつ、いかなる時でも、皆さんが明るくなるような話を明るくできるところまで、指導を受けたかったんですけれども、まあ、叶わず。もし、師匠のことを思ってくださる方が今ラジオを聞いていただけてるのならば、そうですね、師匠のためにお線香を一本あげていただきませんか。これはよいしょでも何でもなくて、この番組がすごく好きで、でこの番組をやらせていただいている会社には、師匠の師匠の先代の円楽からずっとお世話になってまして、だからこそこの番組を一緒にやれるのがとても嬉しくて、そんなご縁でよろしかったらお線香を一本あげていただけないでしょうか。申し訳ない。今日はこの辺で。星雲、それは君が見た光。爽やかにしなやかに強く生きよう。青い雲の下、お線香は煙の少ない星雲バイオレット。日本講堂、皆様もお気軽にお便りでご参加ください。日本講堂がお送りした三遊亭円楽のお便りくださいでした。日本講堂がお送りする三遊亭円楽のお便りください。こんにちは、師匠円楽のアシスタント伊集院光です。ニュース等でご存知の方も多いと思いますが、私一人でこの番組をやっております。お聞き苦しい点もあるかと思いますが、今日もよろしくお願いします。今日は大安、秋のブライダルシーズンもいよいよ本番ですね。ところで、婚礼といえばお線香という風習の土地柄も意外と多いんだとか。お線香を携えてお相手のご先祖様にもご挨拶する。大切な人と巡り会えた縁も、元をたどればその方のご先祖様から面々と紡ぎ出されたものだから。そんなおかげさまという真心の形、素敵じゃないですか。
秋晴れの空の下、新しい家族の触れ合いの輪が広がります。思い届ける、心伝える、お線香は日本講堂です。さて、今日のお便りです。メールというものはありがたいもので、三重県にお住まいのラジオネーム、のぶちんさん、男性の方から、お便りをいただいております。初めてメールいたします。円楽師匠が亡くなられたとの速報で、いても立ってもいられずメールをしました。師匠が元気なうちにメールをしておけばよかったと、今は後悔しています。当たり前の日々なんてありえないと、改めて実感しています。伊集院さん、落ち着いてからでいいので、また師匠の思い出話を聞かせていただけたらと思います。さようなら。この番組のお手伝いをさせてもらって何が嬉しかったって、師匠の円楽とマイクさえあれば、ある程度差しで話せる。で、しかも皆さんからのご質問とか話のきっかけになるようなお便りをいただけると、自分からこう進んで師匠と同じ話題に取り組めるっていうのが、とてもありがたかったし、嬉しかったです。皆さんからのお便りなしに、弟子が師匠との思い出はなんて話すことはない世界なんです。だけども、これからもそういったメールをいただくことで、今後この番組がいつまでどういう形になるかは全く決まっていないんですけれども、話せることがあると思います。ぜひ力を貸してください。たくさんメールいただいております。師匠は幸せ者だったと思います。ありがとうございました。こんにちは。よく見たね。六代目円楽です。私ら子供の頃、親戚の家へ行くと、まずはお仏壇にご挨拶。そうするとよく褒められて、お供えのお菓子なんぞもらったもんです。心のふるさと大切に、お線香は毎日香。日本講堂。今日お便りをご紹介した方には、お香がある新生活、気持ちもリラックス、そして空間もクリーンに、お香ルーミーをお送りいたします。日本講堂がお送りした三遊亭円楽のお便りくださいでした。日本講堂がお送りする三遊亭円楽のお便りください。こんにちは、師匠円楽のアシスタント伊集院光です。伊集院光一人でお送りいたします。よろしくお願いします。秋は乾燥の季節、昔の人はそれを巧みに役立ててきました。例えば干し柿、干し芋、大根は漬物用に、稲もまず干してから脱穀、干すことで旨味がぎゅっと凝縮され、長期の保存も効きます。自然と共に生きる豊かな暮らしの知恵ですよね。心の豊かさ受け継いで、お線香は毎日香。穏やかな白檀の香りの毎日香。明治に生まれ令和の今も愛され続けるお線香のトップブランドです。日本講堂の毎日香をどうぞ。さて今日のお便りは、福島県にお住まいのラジオネームすりおろしりんごさんからのお便りです。円楽さん、伊集院さん、こんにちは。9月20日まで25日間ずっと個室で入院していました。コロナ禍で入院される方もいらっしゃるので部屋から出られず、入院の間はずっとラジオだけ聞いて過ごしました。こんな心細く人恋しい気持ちを深く知りました。なんといっても誰とも面会できないんです。ラジオを聞きながら毎日空を見上げていました。さようなら。まあ入院生活心細いものですよね。でましてはこのコロナ禍ですからね。なんかこう正直言えば、まあ師匠も、休まれる前もかなり体調
悪かったと思うんですけれども、よくこうやって皆さんからいただく闘病のお便りとか、入院の話に、同病愛哀れむって言ったもんだけど、病気になって分かった。同病愛励ますがいいな、なんてことを言ってました。僕はこれを円楽の名言として語り継いでいきたいと思います。皆様もお気軽にお便りでご参加ください。宛先は郵便番号 107-8691 港区赤坂郵便局支所箱4号三遊亭円楽のお便りください。またメールでも受け付けております。メールアドレスはお便りアットマーク tbs.co.jp、たくさんのお便りお待ちしております。星雲それは君が見た光、爽やかにしなやかに強く生きよう青い雲の下。お線香は煙の少ない星雲バイオレット。日本行動。今日お便りをご紹介した方にはお香がある新生活、気持ちもリラックス、そして空間もクリーンにお香ルーミーをお送りいたします。日本行動がお送りした三遊亭円楽のお便りくださいでした。日本行動がお送りする三遊亭円楽のお便りください。こんにちは、師匠円楽のアシスタント伊集院光です。伊集院光一人でお送りいたします。よろしくお願いします。香り松茸味しめじと申します。食べ物は詰まるところ味だからしめじの勝ちと割り切れないのは、美味しいという判断の多くを舌よりもむしろ鼻に頼ってるせいでは。鼻詰まりの時はどんなご馳走でも美味しくないことが多いでしょ。美しい風景も緑や土の匂い、水や風の香りがなければ薄っぺらな印象しか残らない。五感の中では目立たない嗅覚かもしれませんが、私たちの心の動きと最も深く結びついた感覚だとも言えそうです。香りある豊かな暮らし、日本行動のお香、お線香。さて今日のお便りは岐阜県にお住まいのみゆきっちさんからのお便りです。円楽さん、伊集院さん、こんにちは。私はストレスから難聴を繰り返しています。気晴らしにとふと入った百貨店で一本の香水に出会いました。それは今は亡き父が床屋さんについて行って帰り道抱っこしてもらった時の香りです。瞬時にその頃にタイムスリップ。五感ってすごいですね。今はその香りを寝る前につけています。父に抱っこされてるようで安心します。円楽さん、伊集院さんは思い出の香りはありますか？それではさようなら。生前師匠の円楽が円章師匠の思い出を語るときに、何とも言えないいい香りがするんだ。まあ、とてもこう、炎症症っていうのは、粋な方だと聞かされて、います。それはお香の香りなのか、いつもお召しになっている、着物に、まあ、そういうこう、香りをつけてるのかはわからないんですけれども、細かくフレーバーを聞く前に、師匠円楽が亡くなってしまったので、今となっては、もう、その炎症酒はいい香りがしたんだっていうことしかわからないですね。師匠の香り何かな？おそらくなんですけど、ふとした瞬間にどっかで風に乗ってその匂いが来た時にあれこれって思うんじゃないかなって。いや、皆さんこれからもお便りください。皆様もお気軽にお便りでご参加ください。メールアドレスはお便りアットマーク tbs.co.jp、たくさんのお便りお待ちしております。
星雲それは君が見た光。爽やかにしなやかに強く生きよう青い雲の下。お線香は煙の少ない星雲バイオレット。日本行動。今日お便りをご紹介した方にはお香がある新生活、気持ちもリラックス、そして空間もクリーンに、お香ルーミーをお送りいたします。日本行動がお送りした三遊亭円楽のお便りくださいでした。日本行動がお送りする三遊亭円楽のお便りください。こんにちは、師匠円楽のアシスタント伊集院光です。伊集院光一人でお送りいたします。よろしくお願いします。明日は二十四節気の一つで寒い梅雨と書いて寒露。草木に冷たい梅雨が降りる時期、もみじや初氷もそろそろといった頃合いを表しています。あらゆる自然がすがすがしい装いを見せてくれる好季節。お線香も爽やかな香り、日本行動の星雲バイオレットがいいですね。ソフトでフローラルな香りが広く皆様に親しまれています。お線香は日本行動の星雲バイオレットをどうぞ。さて今日のお便りは愛知県にお住まいのラジオネーム SDG さんからのお便りです。円楽さん、伊集院さん、こんにちは。床屋はあっくん、歯医者はみっちゃん、道を歩けば庭いじりをしているよっちゃんによっと挨拶する。僕はそんな幼馴染がいる地元に住んでいます。円楽さんも伊集院さんも生まれ育った町に住んでいますか？育った町について教えてください。そうですね、この番組の今後のことはまだ全然決まってないんですけれども、区切りのいいところまではとてもご師匠の代わりになるとは思いませんが、私がこう務めさせていただくことになると思います。で、今日のお便りもそうですけど、今まで、いただいてたお便りの中からもおそらく師匠だったらこうおっしゃるんじゃないかっていうことと交えて、ご紹介させていただきたいと思いますし、今後私宛てでも、師匠円楽宛てでも結構です。お便りを書いていただいて、できる限り一生懸命答えさせていただきたいと思っております。そうですね、師匠は墨田区の出身で、両国深川あたりで生まれ育って、師匠の幼馴染いろんな人がいて、天竜源一郎さんとはずーっと若い頃からのお友達なんですけど、ある日突然喧嘩して、子供みたいな喧嘩をして全く口聞かなくなってたらしいんですよね。で、ちょっとそのこと触れづらかったんですけど、この間天竜源一郎さんと会ったら仲直りしたって言ってました。70でそんな感じなんだって思ってちょっとびっくりしましたけどね。天竜さんもちょっと今寂しい思いしてるんじゃないかなって思いますね。星雲それは君が見た光。爽やかにしなやかに強く生きよう青い雲の下。お線香は煙の少ない星雲バイオレット。日本行動。今日お便りをご紹介した方にはお香がある新生活、気持ちもリラックス、そして空間もクリーンに、お香ルーミーをお送りいたします。日本行動がお送りした三遊亭円楽のお便りくださいでした。
亭円楽のお便りください。こんにちは、師匠円楽のアシスタント伊集院光です。ニュース等でご存知の方も多いと思いますが、師匠が生きていたら、芸事っていうのはそういうネタばらしをお客様にするもんじゃないよって言われるかもしれませんけども、今週1週間の分に関しましてはですね、あらかじめ収録してあったものがあるんですけれども、師匠の訃報を聞きました。その日の夜に、もう一回撮り直しています。お聞き苦しいところたくさんあるかと思いますが、今日もよろしくお願いします。さて、本当にまだこう頭の中が整理整頓できていませんでね、恥ずかしい話、きちんとおしゃべりができる自信がありません。まあ、修行が足りないんですよ。ね。だから師匠はもっと生きててくれないといけないんですよ。いつ、いかなる時でも、皆さんが明るくなるような話を明るくできるところまで指導を受けたかったんですけれども、まあ、叶わず。もし、師匠のことを思ってくださる方が今ラジオを聞いていただけてるのならば、そうですね、師匠のためにお線香を一本あげていただきませんか。申し訳ない。今日はこの辺で。皆様もお気軽にお便りでご参加ください。宛先は郵便番号 107-8691港区赤坂郵便局支所箱4号三遊亭円楽のお便りください。たくさんのお便りお待ちしております。三遊亭円楽のお便りくださいでした。円楽のお便りください。こんにちは、師匠円楽のアシスタント伊集院光です。ニュース等でご存知の方も多いと思いますが、私一人でこの番組をやっております。お聞き苦しい点もあるかと思いますが、今日もよろしくお願いします。さて、今日のお便りです。三重県にお住まいのラジオネームのぶちんさん、男性の方から、お便りをいただいております。初めてメールいたします。円楽師匠が亡くなられたとの速報で、いても立ってもいられずメールをしました。師匠が元気なうちにメールをしておけばよかったと今は後悔しています。当たり前の日々なんてありえないと改めて実感しています。伊集院さん、落ち着いてからでいいので、また師匠の思い出話を聞かせていただけたらと思います。さようなら。この番組のお手伝いをさせてもらって、何が嬉しかったって、師匠の円楽とマイクさえあれば、ある程度差しで話せる。で、しかも皆さんからのご質問とか話のきっかけになるようなお便りをいただけると、自分からこう進んで師匠と同じ話題に取り組めるっていうのが、とてもありがたかったし、嬉しかったです。皆さんからのお便りなしに、弟子が師匠との思い出はなんて話すことはない世界なんです。だけども、これからもそういったメールをいただくことで、話せることがあると思います。ぜひ力を貸してください。たくさんメールいただいております。師匠は幸せ者だったと思います。ありがとうございました。今日も素敵なお便りありがとうございました。三遊亭円楽のお便りくださいでした。
三遊亭円楽のお便りください。こんにちは、師匠円楽のアシスタント伊集院光です。伊集院光一人でお送りいたします。よろしくお願いします。さて今日のお便りは福島県にお住まいのラジオネームすりおろしりんごさんからのお便りです。円楽さん、伊集院さん、こんにちは。9月20日まで25日間ずっと個室で入院していました。コロナ禍で入院される方もいらっしゃるので部屋から出られず、入院の間はずっとラジオだけ聞いて過ごしました。こんな心細く人恋しい気持ちを深く知りました。なんといっても誰とも面会できないんです。ラジオを聞きながら毎日空を見上げていました。さようなら。まあ入院生活心細いものですよね。でましてはこのコロナ禍ですからね。なんかこう正直言えばまあ師匠も休まれる前もかなり体調悪かったと思うんですけれども、よくこうやって皆さんからいただく闘病のお便りとか、入院の話に、同病愛哀れむって言ったもんだけど、病気になって分かった、同病愛励ますがいいな、なんてことを言ってました。僕はこれを円楽の名言として語り継いでいきたいと思います。皆様もお気軽にお便りでご参加ください。メールアドレスはお便りアットマーク tbs.co.jp、たくさんのお便りお待ちしております。今日も素敵なお便りありがとうございました。三遊亭円楽のお便りくださいでした。円楽のお便りください。こんにちは、師匠円楽のアシスタント伊集院光です。伊集院光一人でお送りいたします。よろしくお願いします。さて今日のお便りは岐阜県にお住まいのみゆきっちさんからのお便りです。円楽さん、伊集院さん、こんにちは。私はストレスから難聴を繰り返しています。気晴らしにとふと入った百貨店で一本の香水に出会いました。それは今は亡き父が床屋さんについて行って帰り道抱っこしてもらった時の香りです。瞬時にその頃にタイムスリップ。五感ってすごいですね。今はその香りを寝る前につけています。父に抱っこされてるようで安心します。円楽さん、伊集院さんは思い出の香りはありますか？それではさようなら。生前師匠の円楽が円章師匠の思い出を語るときに何とも言えないいい香りがするんだ。まあ、とてもこう円章師匠っていうのは粋な方だと聞かされて、います。それはお香の香りなのかはわからないんですけれども、細かくフレーバーを聞く前に師匠円楽が亡くなってしまったので、今となってはもうその円章師匠はいい香りがしたんだっていうことしかわからないですね。師匠の香り何かな？おそらくなんですけど、ふとした瞬間にどっかで風に乗ってその匂いが来た時にあれこれって思うんじゃないかなって。いや、皆さんこれからもお便りください。皆様もお気軽にお便りでご参加ください。メールアドレスはお便りアットマーク tbs.co.jp、たくさんのお便りお待ちしております。今日も素敵なお便りありがとうございました。三遊亭円楽のお便りくださいでした。
亭円楽のお便りください。こんにちは、師匠円楽のアシスタント伊集院光です。伊集院光一人でお送りいたします。よろしくお願いします。さて今日のお便りは愛知県にお住まいのラジオネーム SDG さんからのお便りです。円楽さん、伊集院さん、こんにちは。床屋はあっくん、歯医者はみっちゃん、道を歩けば庭いじりをしているよっちゃんによっと挨拶する。僕はそんな幼馴染がいる地元に住んでいます。円楽さんも伊集院さんも生まれ育った町に住んでいますか？育った町について教えてください。そうですね、この番組の今後のことはまだ全然決まってないんですけれども、区切りのいいところまではとてもこう師匠の代わりになるとは思いませんが、私がこう務めさせていただくことになると思います。で、今後私宛てでも、師匠円楽宛てでも結構です。あのお便りを書いていただいて、できる限り一生懸命答えさせていただきたいと思っております。そうですね、師匠は墨田区の出身で、両国深川あたりで生まれ育って、師匠の幼馴染いろんな人がいて、天竜源一郎さんとはずーっと若い頃からのお友達なんですけど、ある日突然喧嘩して、子供みたいな喧嘩をして全く口聞かなくなってたらしいんですよね。で、ちょっとそのこと触れづらかったんですけど、この間天竜源一郎さんと会ったら仲直りしたって言ってました。70でそんな感じなんだって思ってちょっとびっくりしましたけどね。天竜さんもちょっと今寂しい思いしてるんじゃないかなって思いますね。今日も素敵なお便りありがとうございました。三遊亭円楽のお便りくださいでした。